こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。センターシリアルのビデオ、今回は第10回ですね。タイトルはドットネット600っていうことで、10回目なんですね。そうですね。早いですね。僕なんかものすごくたくさんやったような気がするんですけど、気のせいですかね。一人でものすごくやってるんですか。始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、で、今日はこのタイトルは、ご存知の方いるかどうかわからないですけども、センター CR の、今度、コミュニティイベント、勉強会ですね、ぶっちゃけ、勉強会で、ドットネット600というのをタイトルでやろうと思ってます。で、ちょうど1週間後ですかね、今日から1週間、今度は週末ですね、そうですね、土曜日、なんでぜひ皆さんに参加してもらいたいなということと、軽くセッション内容について、僕らが知ってる内容も知ってない内容もちょっと予想してみましょう、こんな感じかなみたいな、そもそもどんな話をやるのかとか、そのあたりの話もね含めて今日はやりたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ見てみましょう。はいはい、イベントの告知の方は、このコンパスで、やってますね。タイトル .net600 っていうので検索すると、見つけることができると思います。で、日にちは12月16日。そうですね。今の土曜日ですね。はい、土曜日です、はい。今の参加の具合を見ると、24名の方が、まだ6名も来れますよ。会場はね、もうちょっと広めのところを取っているので、そうですね。30名でも、余裕がある感じで、今度はね、僕らとしては初めての場所ですね、あそこ。そうですね、ちょっと場所見てみますか。豪華といったら変ですけど。そうですね、こちらですね、コードっていう、場所を、借りると、なんか出ちゃいましたね。大丈夫です。コードっていうのは、場所を借りるんですけども、名古屋の栄と伏見の、間の辺っていうんですかね、そうですね、知ってる方は、松坂屋の近くといったらいいのか、ロフトが入ってるところですね。そうですね、ロフトですね、ナディアパークって言います。こちらで、やるということで、ちなみにこれ、あれですね、場所を借りるのにちょっとお金が必要だったので、今回はね、今まではね、結構名古屋はなんでか分かんないですけどね、障害学習センターっていう非営利団体向けに会場とか貸していただける、そういうサービスが公共のものがあったので比較的安くできたんですけど、今回ちょっとね、バフンとですね、ちょっと障害学習センターだとその場所がちょっとまとまって抑えるの難しいとか、そうですね、やっぱり人気あるんで、なんていうんですかね、 Wi-Fi が使えない、そうですね、それもありましたね、で今回はちょっと有料の会場をお借りして、有料イベントで、その代わりちょっと環境はね、 Wi-Fi もちゃんと飛んでて、モニターも用意されててと、快適な感じ。そうですよね。どうかなという。いつもできるといいですね。では中身をちょっと見てみましょう。今回のこのドットネット600っていうタイトル自体もね、なんかちょっと意味が分かるような分かんないような感じで、何やんのみたいな、600って何みたいな話なんですけど、なんかもともとそのマイクロソフトだけかな、ちょっと私詳しくない、マイクロソフトのそのセミナーだと、3桁の数字がセミナーごとに付番されていて、で一番上の桁が、1から5で、そのセミナーの中身の難しさであるとか、その内容の区別が、できるように付番されていると、で数字が高いと難しいみたいな、じゃあ5が一番難しいってことですかね。そうですね、なので、1から5までが使われてて、これでも5が難しいかどうかちょっといまいちわからないところあるんですけど、そうですか、僕は4が結構難しいっていう印象があって、実はなんか500のセッションってね、見たことないんですよ、1回もなくて、最高400ぐらいですね。400結構わからない感じ、そうなんですか。500って言ったらじゃあ相当ですね。500どうなんですかね。ただなんていうんですか、その難しさを単純な数字にしたわけじゃどうもないっぽくて、その
プリセールスみたいなのとかだと、うん、あの100番台とか、うん、なんかそういうちょっと意味合いでも分かれてるっぽいなって思ったんですけど、で今回は、うん、まあ実際には存在しない、うん、まあ、さらに上のレベル600というのまあ誰にも分かんないやつですね。今回神様のこうお話というかそうですね。で、登壇者が思いの丈を話すと、はい、ぶちまけると誰もわからないと。いやいやいや、相談者の自己満足じゃないですか。俺何を言ってるんだお前はみたいな。なるほどね、うん、まあまあそうですね、まあさっき今ちらっと言いましたけど、僕もまあ400までしか聞いたことなくて、うんうん、で500っていうのがあるというのは知ってたけど、結局一回も聞いたことないんですよ。僕はあんまりその MS のイベントとか、まあ割と最近行くようになっただけで、うん、そんな何て言うんですか、10年来のつわものとかそんなんじゃないので、うん、まあたまたま出会わなかったっていうのはあるとは思うんですけど、うん、まあなんかそんな、なんか500っていうのがあるのに聞いたことないんだったら500っていうの聞いてみたいじゃんってずっと思ってたのに、うん、まあ結局聞けなかったんですよ今まで。まあだったらまあ自分でやるしかないかみたいな。まあ、500飛び越えちゃってますけどね。いや、じゃあ、いや自分でやるんだったら500だと面白くないじゃないですか。だってあるんだもん、ね、あるはずなんだから。登壇者のこう一方的な、ね、ちょっと中身を、はいはい、見ていきたいと思います、はい、一応タイムスケジュールとしては、うん、まあ、全体の流れは、うん、まあ、会場の、まあ、借りてる時間の都合があって、はい、まあ、10時から17時に会場を返さなきゃいけません、はい、ということで、はい、まあ、受付ありので、うん、まあ、実際に登壇の話を聞くのは、まあ、11時から、はい、まあ、昼を挟んで夕方の16時ちょっと過ぎと、はい、まあ、1日みっちり、あ、そうですね、感じですね、はい、全部600とただちょっと間に入るライトニングトークはね、ちょっとどういう感じかな。600なんじゃないですか。600のライトニングトークって僕はちょっと1000ぐらいかみたいな、なんかそんな話なんだけど、LT でやるのかそれみたいな。桁が違うんだ。しかも倍。いやーすごそうだなって今のうちにね、こう後ろから刺しておきましょうか。ちょっと上から順番に一個一個、うん、はい、見ていきましょうか。そうですね、はい、あ、ちなみに今回登壇の方々はですね、まあ、個別にお声掛けをして、うん、まあ、喋ってもいいよという方に来ていただいてます、はい、かつちょっと分野が、まあ、なんとなく被らないような、うん、感じになっているので、はい、こう例えばその AR に特化した内容とか、うん、その AI に特化した内容とか、はいはい、まあ、そういう切り口ではなくて、うん、こう幅広く、はいはい、なっています、はい、で、トップバッターは、林さんの、はい、ホロレンズの話ですね、はいはい、でタイトルはホロレンズを利用した遠隔 3D コミュニケーションがなってます。ちなみにこれ見ての通りなんかリンクが、うん、あ、そうですね、はい、はい、なんかもうスライドが公開されてるんですかね。あ、ビデオですね。あ、ビデオですね、うん、はい、これはこれは多分当日説明がもうあるかと思いますけど、結構なんかほうほうどんな感じになるかですね。僕ね、その右側のなんかこう鏡で映ったようななんか像はなんかちょっとあれですね、近未来アニメみたいな感じがしますね。なんかどうやってやってるのかな。ですね。まあ今見てみると、うん、この辺にキネクトっぽいものが、うん、はいはい、辺にキネクト、ああなるほど。え、でもこれホロレンズですよね。まあ、きっとタイトルはそうですね。きっとここにホロレンズが何か絡んでくるんですよね。はいはい、ちょっとわかんないけど。でしょうね。うん、ですね。それはまあ、はい、当日、はい、楽しみにというか。しかもこうなんか何台もあるので。うん、出会って設置するのとかね、ちょっと難しそうな感じがしますけどね。はあ、はい、じゃあ次へ。いいですね。はい、で次は、はい、仮のタイプですけど、これ誰のですか。これ僕のです。わざとらしいつの僕のセッションです。でこれ、まあ、ちょっとあんまりネタバレになっちゃったあれですけど、うんうん、どんな感じのをこれは一言で言うとですね、
まあ某あのマーケティングのあのこうなんていうんです、あのキャッチコピー、ああそうなんですか、のパクリ、ああそうなんですか、パクリです、ね、全然気づかなかった、パクリです、あの、あの多分なんかあの分かる人には分かると思います。でまあそれとは関係なくっていう感じで、まあここにのタイトルにあるようなことをやる、ナイトワンスなんちゃらかんちゃらってやつか、ああうんうんうん、まあまあ当日ね、当日、あで、うん、でこれ中身はあれですね、はい、カテゴリー CLR なんで、あそうですね CLR なんで、ドットネットのランタイム周りの話ですね、うん、コンパイルした後 の、 の、うん、そうですね、実行する時のゴニョゴニョみたいな、うん、いう話をあのさせてもらおうかなと思って、ちょっと食事前で辛い時間かもしれない、いやいや むしろご飯食べた後の方が眠くて大変ちょっとこれあれですね、うん、だいぶだいぶあの、はい、マニアっぽい感じですね、あのぜひ皆さんあの聞いて一発で理解してくださいなるほど、了解です、まあまああの大丈夫です、はい、あのこれあのセッションみんな30分しかないんで、まあそうね、あのいつもあの最近僕やるセッションあのみんななんか濃すぎるとか言うんですけど、ちょそれはねあの1時間とか時間もらってるんでそういう話するんですけど、今回あの30分なんで、あのまあそこはちょっとひねりを加えてね、うん、あの楽しくできたらいいなというふうに思ってますんで、あの皆さん聞いてみてください、まあ、今回はね登壇する方が、うん、あの話したいことを話して、うんうん、そうですね、はい、登壇する方が楽しんで、あそうですね、いただければいいかな、はいはい、その通りです、で、3つ目が、はい、そうですね、うん、ここでランチタイムがありまして、はい、で、3つ目が、テクニカルコミュニティ、ほうほう、Now and Future ということで、森口さんの方ですね、あ、はい、あの、MVP 事務局をやられている、はい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 、これ、ちょっと中身がね、あまり予想がつかない、うん、まあそうですね、うん、多分ね、いやでもあテクニカルコミュニティかね、今なんかテクニカルな話はしないんじゃないかって口から出そうになった、いや出たけど出たけど、まあいやあの多分なそういう話ではないとは思うんですけどね、ちょっとあの若干の僕たちとはまた違う切り口で、そうですね、600の話をしていただける、うん、MVP、まあ、マイクロソフト MVP っていうね、はい、ものの、まあ、ある意味コミュニティ活動にこう、うん、はい、よくしっかり見てるというか、はい、よく見てるというか、はいはい、なのでその辺のコミュニティに関する知見の話を、うん、されるのか、うん、まあ、ちょっと MVP の話をされるのか、その辺ちょっとわからないなというところがありますね、うん、まあなんかあの MVP にあの興味持たれてる方はね、なんかせっかくの機会なんで聞いてもらってもいいと思いますし、うん、あるいはなんか MVP っていうそのあのこう制度とか枠組みとか疑問がある方もね、うん、あのちょうどいい機会なんで聞いていただければいいかなというふうに思います。名古屋ではなかなかね聞く機会ないですからね。そうですね、今だとね東京だとどうなんだろう、なんか割と頻繁にそういう、うん、あのなんていうんです、説明というかのをやってたりするみたいなんですけど、なかなかね名古屋はあの大阪に行ってしまうみたいな感じになってしまうので、うん、まあ、寝てたら大阪まで行っちゃう、あ、そうそうそう、それですよそれなので、うん、でその次は福岡とかね行ってしまうので、うん、はい、はい、で次はで、その次が、私になりますね、あ、はい、あのデバイス関係で、はい、タイニー CLR のポーティングについてガチですね、ガチ、はい、ガチなやつですね、です、はい、まあ、話したいことっていうことなので、うん、どうしようかなって思ってるところがあるんです、うんうん、いやもうこれしかないですか、あとは仕事のあれしかないでダブルのつく何かしかないじゃないですか、そんなこともあ、いやちょっと迷ってるのが、うん、その、まあ、今まで、こうポーティングこの辺をやった、うん、まあ、中身を、うん、あの紹介しようか、うんうん、まあ、それともこの先、まあ、今ちょっと僕が引っかかってるあたりの、うん、話をしようか、うん、どうしようかななんですけど、うん、あ、なるほど、はい、まあ、この先の話の方が僕個人的には面白いんですけど、うん、まあ、当然あの引っかかって進んでない状態なので、うん、あのブスブス刺されるので、うん、いやいいじゃないですか、刺されたのをヒントになんかまだ這い上がってくる感じです、ね、そうそうそう感じでスパルタン、うん、ちょっとねまだね、はい、1週間前ですけど、はい、決めかねて、いや、そうですね、ございます、はい、
で、はい、でその次が、うん、F シャープ探検隊、はいはい、で、これはですね、これね、イコールの謎って感じですね、はい、そうですね、もう謎ですね、謎ですね、うう、まあちらっとは聞いたんですけど、分かったような分かんないような、まあなんで、まあ多分ね、ネタとして多分僕も今聞いてる、いや、うん、ハードル上げてますね、いやー、説明聞いても分からないよみたいな雰囲気いや、まあ600なんで、あ、そうですね、そうですね、そうですね、いや、でまあ結構なんか面白そうだなとは思ったけど、ちょっと急もうあのここともちょっといろいろ忙しくてですね、あの、まあ、ちょっと話をちらっとは聞いたんだけど、本人から、うん、そんな聞いたんだけど、あ、まあこれは当日やっぱりちゃんと聞いた方がいいかなみたいな、うんうん、面白そうな話ではありました、うん、はい、で休憩と、はいはい、で休憩を挟みまして、はい、ライトニングトーク予定してます、はいはい、現状ライトニングトークの申し込みが、うん、一人とちょっと寂しい状態なんですけど、みんなぜひ喋ってくださいね。はい、ぜひぜひ、うん、何したっけ、レベル1000でしたっけ？あ、レベル1000。ちょっとハードル高い。誰も喋らんじゃん、それじゃ。ええ、まさこ気にせずね。はい、うん、そう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 。そうですよ。はい。うん、あのこれからレベル600を目指しますっていう人も増えると思うんで、うん、いいですね。そうですね。あのその思いを、あのこういう機会に。なんかやっておくとですね、そうするといろんなレベル1000の人たちが助けてくれると、ね、あとは自分の努力次第ということですね、うんうん、です。でライトニングトークの後は、はい、新井さんの、はい、CLI と BCL ですね、はい、まあ、新井さんといえばね、そうですね、もう、はい、MS のエヴァの人の中では濃いことで有名ね、あの前からねちょっと打診はしてたんですよ。で、あの、まあ、いつ来てもらおうかなってずっと思ってたんですけど、まあ、ちょうどこう600っていうタイトルつけるので、まあ、今来てもらおうかなみたいな思ってちょっと打診したら、うん、あの心よく引き受けていただけたので、はい、はい、その、あの楽しみかなと、私も楽しみですね、どんな話が聞けるのか、うんうん、はい、ちょっと僕はあのついていけれるかなって、ね、はい、あのちなみにあの、うん、ここで喋ってる2人ともあの各内容について細かい話は全然あの聞いてないの で、 で、ね、どんな話をしてくれるのか、はい、からない、ね、予想するわ、ね、からないね、そうそう、予想する、はい、はいはい、で次は、ガリッチですね、はいはい、ガリッチがドットネットと AI ということで、ね、そうですね、来ましたね、まあ、ガリッチ AI、うん、ガリッチといえば AI、ね、そうですね、うん、はい、あの彼はね、あの毎回あの勉強会の登壇とかでね面白い話をしてくれるので、うん、そういう意味でもすごい楽しみですよね、うん、なんか久しぶりですよね、ガリッチ、ああそう、うん、あどうなんですかね、なんか東京方面で喋ったりしてるのかな、ちょっとわかんないんですけど、うんうん、まあ、あの久々にあのどあのセンターシリアルの方にはあの久々に来てくれるんで、あの嬉しいですね、あのどんな楽しい話を聞かせてくれるのか、うん、はい、楽しみです、一応、はい、これだけの、はいはいはい、方々に登壇いただけるということで、うん、そうですね、はい、まだ今現在多少枠がある、はい、LT も枠がある、はい、そうです、はい、ぜひ参加、ちなみに1点だけ、はいはい、ちょっとご紹介したい、僕このイベント立ち上げて、はい、まあ、イベント公開してちょっと嬉しいコメントがですね、うん、1個だけありまして、どこにあるかとですね、おお、参加者のところのここにクッソヤバそうなイベントあ、はい、これ気持ち伝わったなこういうね、こういうコメントがね、とてもあの、はい、あの嬉しいなと、いいですね、はい、わかります。気づきましたか。あ、知ってます。あ、知ってます。あの、その人も知ってます。はい、そういう感じになってます。あとはあの基本的にはあの一方的な登壇ではあるんですけども、はい、あの会場の後ろ一応スペースがある程度あの確保できたので、はい、登壇後にあのスピーカーの方に、うん、それは分からんとか質問すると、お前をそれおかしいやろうみたいな、あのまさかりを投げていただく場があると。いやいや、強調いただく、ね。まああの後ろでね、あの時間足りない場合は後ろであの突っ込んだ話とかあの聞いてもらえればいいかなと思います。ですね。はい、であとはまあ内容が非常にこう、濃い内容というか、うん、はい、あの要は他の
都市でやってるものをコピーしてやるっていう考えなくて、うん、まあ、ここオリジナルでやりたいなという意図があったので、はいはいはい、まあ、遠方からもちょっと、あの、来る方見えるかなっていうので、うん、あの、ちょっとこの聞き方というか、はいはい、果樹までの道のりっていうのをちょっと書いておいたんですけど、はい、ただ今あれなんですよね、うん、名古屋はちょっと宿が高くてですね、宿泊が、うんうん、はいはい、あの、その辺がなんかちょっと辛いなと思うところ、なんか、うん、名古屋に住んでるとよくわからないですけど、なんか東京宿高いみたいなイメージはあるんだけど、うん、やっぱり高いんですかね。まあ高いって聞きますね、うん、はい、もう1万円超えちゃうというのが普通みたいですね。いや、ぜひあの野宿で来たっていうの聞きたいですね。やめてください。会場前に野宿。あの、ちなみにちょっと会場前はね、野宿するのはかなりあの気温がだいぶ低いです、ね。ああ、それもありますしね。なんかあのちょっとそういう場所じゃないんで、それはちょっと苦しいかなと思います。苦しいかなと思います。ちなみにあの協賛ということで、はい、ドットネットフリンジジャパン。そうですね。はい。はい、あとあるじゃん名古屋市、はい、あと MSP ですね、はい、はい、そうですね、協賛いただいております、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。ビデオ撮影のこともちょっと書いてあるんですけど、あの普段僕らが今やってるような、まあ単にガーッと撮っていくだけで、であのストリーム配信ではないです。で、後で、そのコマごとに、ビデオを公開するかどうかも含めて、後でちょっと、決めるので、ビデオ撮りはするんですけど、公開まで含めてやるかどうかはまたちょっと、別なので。ちょっと画面変えますね。はい。はい。というのが一応、ドットネット600。600。はい。うん、1週間後ですよ。ちなみに。そうですね。ちなみに準備状況とかどうですか？進捗ダメな感じです。ダメな、まあ、ダメというか、まあ、進んではいるというか、微妙な感じですけどね。あ、はい、そっちはどうですか？僕もちょっと頭の中だけですね。ああ、そうですか。うん、この1週間が勝負ですね。うんうん、ただ、なんて言うんでしょう。その、聞かれる方に合わせて分かりやすく、うん、とかっていうのは、うん、まあ、今回あまり気にしなくてもいいのかなと思っていて、うんうん、まあ、はい、まあ、あの突き抜けてもらっていいと思います。で、まあ、かつこうなるべくこう、うん、今の時点で、はい、まあ、少しでも知っておくと、うん、まあ、後々役に立つんじゃないかなっていうのを内容にしたいなと、うん、そうですね。なんかまあ、なんかよく言うじゃないですか、難しいことを分かりやすく伝えると、うん、まあ、できたらいいな、僕は難しいけどみたいな。まあでも分かりやすく伝えるところが難しいので、ね、まあね、そう、そうなんですよね。そうですね、あまりちょっと今回はそこに時間をかけず、うんうん、中身重視できたらなと思いますけど、はい、いや、なんかハードル上がっちゃったけど。自分で上げてる。はい、はい、というわけです、はい、ぜひじゃあ名古屋に来てもいいよっていう方は、うん、そうですね、はい、で名古屋に最近ツイッターにあるじゃないですか、名古屋に遊びにおいでよっていう、え、そうですか、ことをずっとツイートしてる、うん、アカウントがあるんですよ。ああ、ちょっと僕知らない、うんうん、それね、面白いですよ。なんか名古屋の中の僕らも全然知らないお店とか、うん、なんかそういうの紹介したりとかしてくれる。なんてか知らないけど、最近はあんまり見ないというか、ツイートしてんだけど、うん、とにかく名古屋に来いみたいなツイートしかしてない。なんか最初の頃はなんか、あ、こんなうまそうな店あるんだみたいなのをいっぱいやってたんですけどね。うん、どうしたんだろう、最近みたいな。ネタにこう。ネタ尽きたかな。まあこれもね、まあまあまあ、今回も、まあ、今回1回目ですけどね。うんうん、はい、まあ、できればこの先。続けたいな、うん、はい、まだやってないですけど、うん、まあとりあえずまずは第1回を海外の方の登壇者とかで、ね、うん、いいですね、いいじゃないですか、いやすごいですね、もちろん登壇は日本語でお願いしますって、 いないじゃん。若干 F シャープで1名、うん、でも日本語片言だと思うんだよな、あの人な、うん、まあそれは日本語は難しいですね。まあでもなんかあれですね、なんか英語でも喋ってほしいなって気は僕はあります。うん、うん、なんか英語でも日本で喋ってくれる方がいると大変なんかこう、うん、こう意欲湧きますね。うん、うん、これでそういうことができたらいいなと思います。は
はい、皆さんこう12月16日ですか、はい、そうですね、12月16日、はいはい、ぜひよろしくお願いします。ということでよろしくお願いします。ではでは、ではさようなら。